県は中華人民共和国安気象鉱山市に位置する県。県は鉱山市で最も小さな県であり、最古の県でもある。故障は黒、広のり国、ソロ。県の河口地は40.3平方キロメートル、山地は704平方キロメートルであり、76.3%が森林に覆われている。年平均気温は摂氏15.8度、降水量1。 6 8 6ト、mm、ル、無双機は212から213日、茶、桑など医療作物の栽培が盛ん。特産は椎茸、木ラゲ、甲賀屋などである。16世紀には商業が盛んなことで知られ、4000棟以上の精巧な建築が行われ、その様式は風格明朗な観南民居である。和、安岐省南部。世界遺産に登録された西帝村。 広島も県内にある。映画、伏せ、虎蔵流は広島で撮影された。このほか、菊豆、復活的罪悪、南京的キリスト、大天説、気象、風月などにも県で撮影されたシーンがある。県の北部には枕鉱山、南部には白竹があり、四方が山に囲われた盆地である。山は鉱山につながっていて、外界と隔てられているため、 古くから、小桃源と呼ばれていた。北にある長江へ向かって、青、翼江が流れている。県には、現在にも古民居3600棟が保護されており、観南の中心地である。西、帝、広島、南米、県の古障は黒であり、紀元前221年に作られた。紀元前19年6月、全漢の制定の時代、黒県は、広の利国と解消された。 紀元前16年、広の理国が、廃墓にされて再び黒剣となる。王網は10年、黒剣を、ソロと解消し、太陽軍の一部とした。25年、再び黒剣に戻された。208年、孫権により、太陽軍を分割して、新都軍が建てられ、黒剣を、剣と解消した。1950年に、鉱山市太平県、石大県に属していた、美慶。 カムラ、ヒロシタンが県に編入された。1958年1月2日、肥門県に合併され、県県医と県政府機関も転出した。1959年4月5日、国務院の批准を受け、再び県が設置された。県はその地理環境を活かして、観光を主要産業としている。2003年には旅行者は111万人に達し、 総収入は2.7億元であり、GDP の50%以上を占める。観光業のほか県市生産、農産物加工、土産物の製造がある。絹関係の産業は、観光を除いて、県の基幹産業である。1980年代初めに、クの植生が行われ、それから20年で総円4.5万世、繭の都市生産量2000トンとなっている。 製紙会社も二つあり、ギートの都市生産量は400トン。これは、安気症で、第2位である。また、ネリートの都市生産量は260トンで、これは、安気症で、第1位である。絹関係の産業総収入は1.5億円以上に、達する。県には、農業副産物加工の企業も多い。桃源館頭しら食品有限講師は、糖水盤栗。 乾燥野菜の千切り、タケノコの缶詰などの生産を行っており、とりわけ糖水番組の生産量は中国第一で、その95%が輸出用である。また、県道八豆腐、広市丹豆腐乳などが伝統的手工業で生産されており、中国の大手スーパーなどを入手できる。県は、昔から茶の生産地として名高く、鉱山ケボン、五傾向目。 西低水米油などの品種が知られる。また、県市経況の高賀屋は、暗記賞を代表する名産品であり、とりわけ米賀屋となおか屋が観光客に人気がある。県の観光業の発展に伴って、土産物製造業も発展を続けた。はじめは個人による簡単な工芸品から始まり、後に、金製工芸品賞。 鉱山市民間工芸品有限講師などが中心になって、加工企業も100に達するようになった。とりわけ文房四宝と呼ばれる木彫り、レンガ彫り、石彫りの製品は日本や韓国に輸出されるほか中国の20以上の商市で売られている。県は中国東部の観光用工芸品生産地、貿易拠点として発展を続けている。県の機械電力設備。 ガング、牧畜製品産業の始まりは、比較的早い。時空家、長重ガング、高性能自製材、小型機などが生産されており、それなりの規模に発展している。県の蓄材合板工場は、中国でも、比較的初期に始まっており、その生産技術は、今でも高い。四景未北長茶、甲賀屋、くず子。広島県の、東加元里人家と呼ばれる西邸と、 中国が里豪村と呼ばれる、広島の二つの子村落は、世界遺産に登録されている。その他、菊豆ゆかりの里である南米、神秘的な八大化連帯建築の石録、この、風水村平山、紀州第一木長老、東川就職、気候地区会、新末の名義、最近過去居、去、東延米公営の居住地東霊村落。 広島ら留置万能公文化園などが著名である。また、五景山自然保護区、西、帝古石窟群、円王国、十里東華町老等も観光地として開発中である。宋代の文学家、東炎名は、県の風景を東0元気の中で描写している。東大の詩人李博により、県小東源、円下百里館、地太霊草木、人称恋遺館と謳われている。 ありがとうございます。